威力大事です。これはもう相談数はとりあえず40発でいいかなと思うので、サンクンナムの相談数とショットガンの威力を交互に上げようか。4000どういくつ、あ、威力相談数、ショットガンの相談数も一応上げとくかね。1000だし安いし、1500安いし、2000安いし、25002000も安いし、3000安いし、はい、フルで強化できました。これはなぁ、リロードねしたいからなぁ。まあ未来、将来的にね、なんかほらやっぱゲームが好きな方ってさ、こう全部ね揃えたいみたいな、そういうコレクション欲的なことあるじゃないですか。やっぱそれのためにもあのね、フルで改造っていうのはやっていきたいなと思いました思いました。クリティカルは3000足りないか。ドラグナフ威力、これ威力上げとくか。威力上げようかな。あと500のあったよね。相談数も上げよう。よし、これでいこうかな。卵食べてくれるのかな、ちょっと心配なところはあるが、まあ荷物持ちとしてねっていう感じもあるんで。ハンドガン3つ、あ、ハンド、え、あ、うん、え、これニューっていうのはどれ、これ、これか、これか。新しいハンドガンが出ましたね。伊坂はね昔からあったんで、これだよね多分。これは何なんでしょうね、威力が高いのかな多分。このね、うん、この感じ的に威力が高いんでしょうね。まあこれに変えたい気持ちもあるけど、まあこのままでいいかなと思ってます。そしてなぜかアーマー防弾が売られましたね。なぜ防弾のアーマーが売られたのか、まあ気になる人はいると思いますが、この後わかります。さあチャプター5の1、地底底、これはアービングで言った底炎、これ読んでなかった。何なんでしょうねこの植物は、ハーブだったりね。これがちょうだい、これ You're right. Let's see what we can dig out. よし。これなんかあったりしない、これ。実はみたいな。調べる。アンブレラはこの花を研究するためにここまで来たのか。なんかあの効能があるんですね。効能だって。腰痛とかって感じがするな。ちょっと待った、マップ的になんか右側とか左側とか行けるところがあるが、なんかあったりするのかな。見た感じなんかなさそうだけどね。一応ちょっと見て回るか。なんかあった、あ、宝石髪切り、よかった来て。あ、なかったりするのかな、何もないかな。反対側も一応見ようか。さあ何かがあるのかないのか。どうしてこんなところにまで。何もなさそうかな、うん、あ、怖い、知らなかった俺。エンブレムがありましたね、お忘れなく。さあこんな感じでね、見落としあったらすまんね、謝っときます。さあ先に進んでいきましょうか。落としとくか。なんかマップ、マップ、なんかマップ、あ、工事責任者、無理やり、なんか無理やり作ったよ、花借りる一方だよ、3倍の広さにしようなんて言い出すから、うん、困っちゃうぜ、解任されました、あいつが、枯らしてしまったら、あの多分殺されちゃったりするんじゃないかな、なんか、不可能です、こんな、あの見積もっても年内にこんな、そんな無理です、60年代最後のクリスマスは、あのなんか終わっちゃうよ、新しい、あのしそばなんだって、メンテナンスが必要だぜ、
タンクはもう限界だ、交換しなきゃ、なんかあのファビアの射精のものらしいんですね、これね、これ他のなんか施設でも使う、うちの施設でもなんか使ってんじゃねって、アービングがなんか近くにあんじゃね、所長してるあのあんじゃね、そこから回してもらおう。はいね、わかりやすいな、よーし誰だ、 なんか今あれでしょ、タップあのトトンってタップして飛ばせるでしょ今。あら、こうもう一回ありますよ、これブランドンね、ブランドンさん、1966年、太陽の階段と言われる花があるらしいよ。だけどこんな結果招くとは、ジェームズ・マーカスがなんか DNA 変化させるためのなんかあのなんか新しい考えがあったんですけど、その思想が正しかった、なんか正しかったです。始祖をなんか発見したんですけど、なんかあのそれウンディパヤになんか神経すり減って過ごしてきたんで、あのやっとなんか苦労が報われました。なんか研究没頭最高、やっと始祖ウイルスの謎解き明かしました。もういいよねこれね、もうはい、もうさすがにもうクリア時間、クリア時間があるから、ごめんね、それ優先するわ。 D になっちゃう、わかんない、 C の下あるのか知らないけど、よし、たくさん喋ったからか今手がしびれてます。さあ一気に突然ね雰囲気は変わりまして、室内このごめんね、一瞬マップ見て、これこのなんか紙みたいな、わかる、この紙みたいなさ、なんか印あんのわかる、これ 1,2,3,4,5,6、 これ全部さっきの資料ですねえ、どうする、読みたい人いるかな、これ一応目を通しとくね、あの一時停止して、これ読みたいって人はね、はいね、はい、一時停止して読んでくださいね。なんか昔のコメント、なんか滑舌とか鍛えたかったら、あと漢字とか読めるようになりたかったら、そういうの全部読めばいいじゃんってねコメントがあったりしましたけど、嫌ですね。はい、クリアやっぱクリア時間、いや読みたい気持ちあるんだよ、だけどやっぱりこのクリア時間がやっぱあるんでね、もうなんかあと3箇所やるっていうのはちょっとね、ちょっと苦しいわ。気になるって方はね買ってやってくださいね、こうね、好評発売中。いや、わかんない、売ってるかわかんない、いや売ってると思う、わかんない、何ですか今の、ナイス、ちょうど今言葉に詰まった時に何か変なのがいましたけどもね、今なんかどっちかって言ったらね、懐かしいような、形状のモンスターの後ろ足か何かが見えましたけどもね、分かる人には分かると思いますが、あいつがこれから出てくるということなんでしょうか、怖いです。シソバナでしたっけこれ、研究してるんですよねこれを、ね、ありますけども、はい、どうですか、割れたわ、割れるかなと思ったら割れたわ、さっきの花だと。バシャーン浴びてない、これ大丈夫、なんか、あ、Take this. ありがとう、裏とかなんかないか、 OK かな、これなんかね、上とかこれ、いやーなんか見落としてたぞな、宝石、なんか矢印書いてない、これほらなんか左みたいな、こっちだよみたいなこっちだよっていうね、気のせいですきっと。さあ謎の爪痕、三本爪の切り傷と血痕がありますが、おっと一本爪の傷跡もあります。おっと血がたくさんの血痕がびっしゃりと、おびただしい出血をしているんでしょう。おっとここにも三本爪の、何なんでしょうね、なんか不吉な感じがしますけども、やってくれよ、怖いですね。さあ進んでいこう、いやこれ俺もうお前回してくれよ、なんで話しちゃうの、よいしょよいしょ、シェパちょっとうなずくね、うんうんってうなずくね、よーし開けようか、うわっ、汚いっていうわけじゃないか、うわっ、こっち調べる、調べるのか、うわちょっと邪魔なんですけど、邪魔、あなた邪魔なんですけど、ちょっと足元で、何これなんで入ってくるの画角になんで画面に入ってくるの、ちょっと